ジャスティン・バーノンは、アメリカ合衆国の音楽家、歌手、ソングライター、音楽プロデューサー、マルチ奏者、インディーフォークバンドのボニー・ベールのフロントマンとして知られている。彼は他にもボルケーのクワイや、ビッグレッド・マシン、ザ・シャウティング・マッチャス、ギャングスのメンバーとしても活動している。また、現在は解散しているデアーマンド、エジソンのメンバーでもあった。ジャスティン・バーノンは、 アメリカ合衆国ウィスコンシン州、オークレアで生まれ育ち、地元のメモリアルハイスクールに通った。1998年に高校のジャズキャンプで音楽仲間と出会い、最初のバンドであるマウント・バーロンを結成する。1999年にメモリアルハイスクールを卒業した後は、ウィスコンシン大学オークレア校に進学し、アイルランドで大半の楽器を過ごす。バーロンは、 宗教学を専攻し、副専攻に女性学を勉強した。ボミベールのライブでのジャスティン・バーノンジャスティン・バーノンは2001年の大学在学中に自身の音楽プロジェクトであるディアーモンド・エジソンを開始し、翌年からバンドとしてのライブ活動を始める。オークレアの音楽シーンで活動した後、バーノンは4人のバンドメイトと地元を離れ、ノースカロライナ州ローリーで新たな音楽を模索する。 バンドは2004年にレコード、ディアーマンド・エジソン、2005年に2作目、サイレント・サインズをリリースした。ローリーで約1年活動した後、バーノンはバンドとガールフレンドと別れ、2006年に一人で地元ウィスコンシンに戻ることになった。ディアーマンド・エジソンの残りのメンバーは、メガフォンとフィールド・レポートというフォークバンドを結成し、 その後も、バーノンとは良好な関係が続いた。ジャスティン・バーノンは2006年に地元オークレアに戻ってから自身の音楽プロジェクトであるボニー・イベールをスタートする。自主制作のデモ音源として録音されたデビューアルバム、フォーエマ、フォーエバー・アゴーは大きな話題を呼び世界的なブレイクを果たす。2011年に発表した2作目のアルバム、ボニー・ベール、ボニー・ベールは 各所から絶賛され、グラミー賞の新人賞を獲得する。2016年には3作目の2 2エ m i l l i 2019年には4作目のアイアイをリリースし、バーノンのメインプロジェクトとして、現在も精力的に活動している。ザ・ステーブスと演奏するジャスティン・バーノン、ジャスティン・バーノンは、ボミ・ベールと並行して他の音楽プロジェクトのメンバーとしても活動している。 ボルケイのクワイアーは、ジャスティン・バーノンとミルウォーキーのバンドコレクションツ・オブ・コロニーズ・オブ・ビーズのメンバーで構成されたバンドで2009年にアルバム、アンマップ、2013年に2作目のアルバム、リー・ペイブをリリースした。2010年には、バーノンとメガフォン、ザ・ローズ・バズ、デューム・トリ、ステイ、ゴールドといったバンドのメンバーが集まり、ギャングスとしてアルバム、ラレイティドをリリースした。 バーノンは、カレージロックバンドザ・シャウティング・マジャスのメンバーでもあり2008年に、制作されおくらいになっていた、EP、マウスイルと新ンのニューアルバム、クロナス・マンが2013年に、リリースされた。バーノンは、カニエ・ウエストの2010年のアルバム、マイ・ビューティフル・ダーク・ツイステッド・ファンタジーの制作に招待され、ダーク・ファンタジー・モンスター・ヘル・オブ・エーライフ。 ロスト・イン・ザ・ワールドにボーカルを提供した。また、カニエと JG の2011年のコラボアルバム、Watch the Sloan Th に収録された、ザッツマイビッチにも参加した。さらに、カニエの2013年のアルバム、Easers にも招聘され、ア Am, A Got, Hold My Licar, I イム・イ・ n It の3曲に参加した。バーノンは、カニエウ e ストのライブに何度かゲスト出演し、 伝説的となった2011年のコーチェラ、フェスティバルでのヘッドライナー公演にも参加した。2015年には、グラストンベリーのカニエのヘッドライナー公演に出演し、この地球で一番悪い白人の一人と紹介され、登場した。2009年、バーノンは、事前団体レッドホットオーガニゼーションが主催する、エイズの治療支援、ベネフィットアルバム、ダークワーズ・ザ・ナイトに、 アーロン・デスナーとのコラボ楽曲、ビッグ・レッド・マシンを提供する。2014年、バーノンは、ジェイソン・フェザーズ、ラッパーのアストロー・ノトラス、エス・キャリー、ライアン・オールソンらとアルバム、デオロをリリースする。ビッグ・レッド・マシーンのライブでのジャスティン・バーノン2018年8月下旬、バーノンは、ザ・ナショナルのアーロン・デスナーと共にビッグ・レッド・マシーン名義で、アルバム、ビッグ・レッド・マシーンをリリースする。 アルバムはデスナー、バーノン、ブラッド・クックが共同プロデュースし、ブライス・デスナー、ブライアン・デビンドーフ、リチャード・パリーなど、約40人のコラボレーターが参加した。アルバムの大半は、ニューヨークのハドソン・バレーにあるデスナーのガレージスタジオで、録音された。2015年7月、ジャスティン・バーノンは、ウィスコンシン州、オークレアで、ザ・ナショナルの、アーロン・デスナーとオークレアフェスティバルを主催する。 このフェスでバーノンは、ボミ・ベールを3年ぶりに再始動させた。2016年8月、バーノンとデスナーは2回目のオークレアフェスティバルを開催した。フェスティバルのオープニングナイトで、ボミ・ベールは3作目のアルバム、22A ミリオンをプレミアした。その後も毎年開催されていたが、2019年は、休みになり2020年に、会場の場所を変えて開催することがアナウンスされた。 ありがとうございます。